はい、今日はですね、トヨタを代表する、3車種の、試乗インプレッションをしていきたいと思います。今僕が乗っているのはクラウンですね。はい、セダンタイプのクラウンでございます。それから、もう1台アルファード、ミニバンのアルファードですね。そして、新しく出た新型ハリアー、こちらの3車種の、試乗インプレッションをしていきたいと思います。今、ご覧になって分かると思うんですけれども、今僕は高速道路を走っています。今回はですね、前回はサーキットでのインプレッションだったんですけど、今回は高速道路、それから郊外の街乗りメインでやっていきたいと思います。新型ハリアーが先日出ましたけれども、特に乗り味でですね、フィーリングで多い声が、SUV なのに非常にセダンタイプだねと、高級セダン、高級サルーンに近いような動きだねということで、今回は僕が今乗っているクラウン、それから、同じような声があった、アルファードでも、いろいろ比較をしていきたいと思います。やはり低重心といいますか、重めに吸い付くような感じ、まっすぐ走っていてもすごい感じることができますね。ドライバーの位置というのが全部のタイヤのほぼ中央に位置してますので、その車の全部の羽根ですね、に対して、この乗っているところがあまり揺れにくい。だからこれが運転席がやっぱり前の方にあると、どうしてもフロントの突き上げの時に、非常に揺れを感じてしまいますけれども、やっぱりウィルベースも長くてですね、その揺れが胸の中心に、あるというところは、やはり見にくいのは、セダンタイプの一つのメリットですよね。はい、当たり前なんですけども、静粛性すごい高いですね。少し強めにアクセル踏んでますけれども、エンジンだったりとか、あと連携のなってる感じも、ほぼ聞こえないですよ。じゃあちょっと加速してみたいと思います。通常の踏み方で、お、すごい、もうアクセル踏んだ瞬間からもうすぐに加速モードに入りますね。もうレスポンスがいい。速度の調整をこうアクセルでやっぱやると思うんですけど、そのすごい調整がしやすいっていうんですかね。アクセル踏めば加速するし、離せば、減速というか軽くエンジンブレーキみたいなのかかりますし、すごい乗りやすい。あ、クラウンいいですねこれ。ボディ剛性高いんで、もうハンドルのこの剛性、この辺の剛性が高いんで、直進安定性もいいですし、ハンドル切ってからのレスポンスもいい。もう本当に2トン近い車なんですけど、これハリアーと同じパートで使ってるんですね。エンジンも型式一緒ですし、モーターはね、FR の パートでのトレインしてるんで、形が違うんでちょっとモーター出力とか違うんですけど、ハリアーに比べてこう出力、エンジンのパワーが出るポイントがちょっと高回転によってます。こうニュールで鍛えられたっていう風に言ってますけど、その辺も影響してるんでしょうかね。やっぱり踏んでからの加速感はいいですね、これ。今ですね、高速道路緩やかなカーブを左に曲がってるんですけれども、やっぱりですね、少し背の高さも相まって、ロール感があるんですけれども、タイヤのハイトとか、その辺ぐらいで感じるのかな。やはりボディ自体がすごいしっかりしててですね、その背が高いけど、その高いところでしっかり止まっててくる感じですね。静粛性、やはりパート連携のうなってる感じですね、ほぼ聞こえないですね。これからもちょっと上り坂なんで、少しアクセルを踏み込んでいきたいと思いますが、ほぼほぼ聞こえないですね。圧倒的にロードノイズの方が多いですね。やっぱ
りですね、もうこれも構造上仕方ないんですが、特にリアタイヤ周りのロードノイズが、室内に入ってきます。これはもうセダンタイプの、その3ボックスで分かれているとか、こういった2ボックスタイプですね、後ろまで繋がってるかどうかっていうのも構造上の問題もあるので、一概に同じような比較はできないんですけれども、リアタイヤぐらいからの音の入りっていうのは気にすれば入ってきますね。ただやっぱり前からの音ってほぼほぼ分からないですね。それから風切り音全く分からないですね。今ちょっと80キロで走ってます。もう全然ストレスなく加速できます。もう一回加速しましょう。踏んでからのレスポンスはクロウに比べるとちょっとワンテンポ遅れるかなって感じはしますけど、もう全然ストレスはないです、その辺に関しては。速度の調整もしやすいですし、そうですね、エンジンの音も静かです。どっちかというと、ね、タイヤの音の方が入ってきますね。ちょっとね、追い越し車線にレーンチェンジして加速してみたいと思います。おー、あー、もうかなりスムーズ。もう踏んだ瞬間から加速が始まって、こうハンドル入れてもね、すぐにレーンチェンジできますし、収まりも非常にいいですね。でこうアクセル離した後のこの減速感もこうスムーズに減速していくんで、全然不快な感じ、ショックも全然ないんで乗りやすいかなと思います。アルファードもミニバンなのに非常にセダンらしい乗り味だねっていう声も結構多かったんですよ。なので、今僕はアルファードに乗って、そのミニバンを確かめてみようかなと思います。背が高いとですね、やっぱりどうしても上の方でふわふわしてるような感じを受けちゃうんですけども、このボディのしっかり感と足回りのバランスによってですね、全然ふわふわ感を感じさせないですよね。今80キロ、ちょうど80キロで走ってますけれども、路面ちょっと荒れてるんですよ。今段差もあったり継ぎ目もあったり、でこぼこしたりとか、結構走る場所を選ばないといろいろ衝撃伝わってきちゃうとか、揺れちゃうとかっていうのはあると思うんですけども、それを気にしなくてもこのね、ボディがスーッとすんなりしっかり前に進んでいって、だけど足がしなやかに動いて、走る場所を全然選ばないですね。ちょっとぐらい荒れた道、今の段差、乗りましたけれども、全く気にならないですね。すごい収まりがいいですね。今、走り始めて、大体9キロぐらいですかね、走ってきました。大体時速80キロぐらいで巡航してるんですけれども、ちょっと多分燃費とか気になると思うんですよ。率直に言うと、リッター9キロぐらいですかね。今9から10の間ぐらいだと思ってもらえれば。やっぱり車が2トン超えてくると、車が重いですよね。車重いとやっぱりエンジンの力も使いますし、ね、ハイブリッドだとはいえ、モーターの力もね、使うので、そのモーターの力を使うにはやっぱり、ね、電気を蓄えなきゃいけない。電気を蓄えるにはエンジンをかけなきゃいけないんで、どうしてもね、ちょっと、燃費っていう分には苦しくなってくるかなとは思いますよね。トヨタモビリティ東京。